ということで、今日のゲストは綾香潮子という俺の同級生です。同級生ですませんな。そうなってくるとお前4000超えてることになる。そうなんだよな、お前の紹介永遠に悩むんだよな。同級生って言いたいんだけど、でもこいつ同期でよくねえじゃん。違うからなーとか思って、いやでも同じ学校に通ってた同級生、いやでもあいつ年がなーとか思っていつも困るんだよね、こいつのことと思ってさ。同期でいいやん。同期なんだ。同期ならまだわかる。ああ同期か。違くて、ああえ学校の同期です。ああ4000超えて入る学校って、ああ便利便利、すげえ便利だな同期ってことは。この設定は7年前の話ですけど。はい、設定とか言い始める。こっちメタ側だから俺らね。俺らそう、俺らメタイ側だからさ。メタってなんぼの世界。そう、ね、ということで、久々にこの綾香潮子という存在をこの界隈に引きずり出さねばならないのが俺の使命だろうなということに気づいたので。そやな、俺もさ、そろそろ配信せんだなと思ってさ、配信見るわけやん、チャンネルのあれを。はいはいはい。もうね、何年、何ヶ月前もう多分2ヶ月、3ヶ月前になるんじゃないですか。はいはい、ね、今見てます、うん、2ヶ月前ですね。そうだよね、はい、最近食なくなる言うて、確かに配信した以来だったと思います。、はい、無事に食見つかって、うん、あーよかった、よかった、はい、すぐジョブロストするんだから俺らって。しゃあないやしゃあない、そうだよ、業務委託、マジで。あのね、もううちのチャンネルはさ、ほら、ゲームクリエイターになりたい人がいっぱい見てるわけじゃないですか。ゲームの作り方を学ぶためにこう見てくれてる人が多いわけですよ。それは君のところだけやけど。そう、こっちのチャンネルね、見てくれてるわけですよ。なのでその人たちに一言言いたい。あのね、ゲームクリエイターなんてなるもんじゃね。あの、追われるぞの君。うん、あのね、楽しくゲーム作りたい人は多分ゲームクリエイターを職にするべきじゃないね。ゲームクリエイターを職にするべきではないな。特にプログラマーを職にするべきではないな。ああ、そうね、わかるわかるわかる。あのぶっちゃけ言うけど、あの自分が作りたいものを作れるのがプログラマーだから。ああ、そうそう、上からの指示を受けるプログラマーだから。間違いない、ね、間違いない。それ、あの、なんだろう、その1個でやるなら完全にもうインディー側というか、うん、なんか本当に趣味でゲーム作ってます、企画から何からしますみたいな人が、うんうん、多分を思い浮かべてるのが多分今のプログラマーなんじゃないか、なりたいって言ってる人たちじゃないかなと。そうだよね、そうだよね。その卵たちはゲームクリエイターって言ったら自分で思い描く企画を立てて作ってみたいなのを思い浮かべてるだろうけど、絶対浮かべてる、うん、違いますから。そんなことないですから。上から来た仕様書とかを読んで、それ通りに作るのがプログラマーです。そうです、そうです、はい、これが現実ですよ皆さん、はい、それあのね、ここもうちょっとこうしたいとか言うけど、うん、大抵届かない。ああそうそう、まあこう職場によるけどね、職場にはね、はい、なんで、私が言えるのはぜひメテオフォール型というものをね見てください。マジでおもろいから。おお、メテオフォール型、メテオフォール型調べたら出てくるんですけど、マジで書いてること超面白いし、すげえわかるってなる。うーん、その今働いてる人たちからすれば。はいはいはい。ちょっと後で見てみよう。はい、マジでおもろい、うん、まあとはいえどよ、ね、とはいえどやっぱこうゲームクリエイターになりたいなって思ったきっかけとかも我々あるわけじゃないですか。まあ今実際こうやってゲーム作って働いてるわけですよ。なんかきっかけとかあったんすか、ゲーム作ろうと思ったきっかけが。え、でもゲーム作ろうとしたきっかけはあれじゃない、俺はやっぱ東宝からじゃないかな。ダンボール系というか、あれが楽しいってなったからやってみたいってなって、あ、まあその当初ね、ネットは結構もう普及してたし、うちそうなだから、それで調べたら、なんだっけ、ダイレクト X を使いやすくした DX ライブラリー、うんうん、懐かしいな。あれでなんか弾幕 STG 作ろうみたいな形でね、はい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 、独学でとりあえず高校はやって、うん、うんうんうん、ってのがスタートじゃないかな。ここ2人とも独学なんだよな。最初多分独学が、そうだよね、独学が多いんじゃないのかな。周りはさ、でもやっぱさ、こう半分以上はやっぱりさ、学校に入ってゲーム作り方学びに来ましたみたいなスタートラインがやっぱほぼだったじゃん、多い。お前もう最初から組めてたもんな。いや言うて
言うてほぼツールのサポートがあったからであった。WebGL とかからっきしだったよ。完全にあの WebGL はね、一からのコーディングはきつかったよ。ああそっか、お前そこだったのか。そう、俺はだから本当に DX ライブラリーっていうのに助けられてただけだから、うん、はい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 。まあそのでも組めてはいたもんな。詰まったりしてるイメージはないわ。そんな詰まったりもしてはいたけど、どっちかっていうとそこはもう本気で調べてって感じだから、うん、対応力があるんですよこいつは。対応だからね、こうやってねプログラマーとして今仕事があるわけです。どうなんだろうね、うん、あまあでも同じゲームクリエイターとはいえどさ、俺とお前って全然なんか違うよな。そっちはもう完全に VR とかさ、まあ言ってしまえばゲームエンジン系じゃん。そう、俺もユニティ依存が、ユニティ依存型だからさ、うん、そうね、本当にね。私の方がどっちかっていうと今やってるのがソーシャル、うん、まあ要するにスマホゲームだから、そういう 3D 系ってあんまし使ってないんだよね。はい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 。それこそあのライブ 2D とかだと、ね、ライブ 2D もそのライブラリー自体があるからあるもんね、うん、まあでも言うてゲームエンジンは使う、ユニティは全然使うけど、そういう 3D というよりかはどっちかというとそのやっぱり絵の継ぎはぎという 2D タイプが多いから、まあね、俺がやってきたのは基本そうだね。だからそこはガラッとし、ね、あれかな、うん、先とは違うかな。そうだね、方向性も多分全然違う、変わったもんな、うん、変わったし、まあ、最初に入った配属がそういう感じ。まあね、なんかは仕事、最初の仕事でだいぶ左右されるよな、その後の道ってな。あ、一社目ってマジで大事。そう、どういう感じで進みたいかだと、うん、あのあそうね、なんだっけ、そういうなんかいろんなものに触れていきたいか、そういう特化にしたいかみたいな、うん、そうだよね。俺はその一個最初にやったやつやって、うん、でまあいろいろ学びてえなって形でなんかオールマイティにやってんだから、浅く広くって感じかな。まあ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 、まあ、そこに関しては俺も多分同じような感じだけど、でもなんか 3D に特化してるじゃん。俺も 3D とか 2D とかもなんか本当に雑色だから。ああ、そっかそっか。どっちもね。そう。そうだね。俺あんま 2D 触んないな。そう、触んないでしょ。そっち。なんか見た感じ 2D あんましやってなさそうだなと思って。そうだね。確かに。でもなんかイメージだけど、なんかもうあやかしはプログラマーって感じするよね。あ、俺はそうかもね、うん、俺はだってゲーム以外のこともいろいろ作ってるし、でしょ、うん、今、うん、今もうゲーム関係じゃないから、うん、エンジニアみたいな、プログラマーエンジニアって感じで、ね、SE に近い、そうだよね。で俺もゲームというかそういう関係ではあるけど、うん、SE に近いことばっかり最近。そうだよね、あ、なんか俺はもうそっち触りたくなさすぎて。でも楽しいよ、データベースとか触る。ああ、なんかやりだすとね、そういう仕組み作るのは楽しいよな。そう、楽しくなってくる。たまに人のソースコード見てゲボ入ってるけど、いやいやだいやだいやだ、無理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 、マジで無理マジ無理。だからさ、俺そっち系に行きたくないのがさ、人のソースコードに触れたくないからなんだよね。いやでも触れな、やだやだ。でもね、やだよ。いやでもね、人のソースコードはね見てなんぼよ正直。あ、まあでもこういうやり方あるんだみたいな。あ、それはわかる。それはわかる、わかるよ。分かった。ゲバ吐くのはマジでゲバ吐くけど。分かった上でもう関わりたくないなっていうので俺ずっと一人なんよね。まあ一人は楽っちゃ楽だ。楽なんだよな、賞味だって全部。それはそう。把握できるしさ。うん。なんだろう、こう。もう構想自分で立てていけるじゃん、一人でガーって。そうだね、うん、うん、なんか周りのペースに合わせなくていいのがすげえ楽だから、もうこっちに慣れてしまったらそっちに帰れねえ。帰ってこい、うん、もう帰ってこい言うても学生時代もさ別に俺そんなに人と作ったことない。お前くらいじゃん。俺くらいかだな。そう、うん、学生あのなんだっけ、あのゲームショーにさ、うちの学校のゲームショーにさ、あのなんだっけ、イグアナ、イグアナの島、あああったね、はいはいはい、あれを一人で作ったもんね。いや、ね、あれは一応4人だか5人だかで作ったんだけど、あ、そうだそうだそうだ、5人ぐらいで作って、あ、そうそう、なんとなくメンバー思い出した、そう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 、うん、そうそうそう、けど 7,8 割ぐらいは俺が組んで、うん、
で、その傍らで VR のあの剣撃アクションを作って、うんうんうん、俺あの時2作作ってるんだよね。はいはいはい、はい、うん、だからどの道一緒に作ったのってお前くらいなんだよね、しっかり作ったのって。 VR はそうなるか。そうそうそう、だから俺マジで人とゲームを作った記憶がほぼない。そうだね、あれは VR はからっきしだったけど、ナビゲーターとかは全部、そっか、俺が作ってたわ。そうだね、うんうん、そうそう、ナビメッシュ貼ったりとか、あとなんだ、マップ形成したり、そう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 、あとはあれか、弾とかの挙動、ああそうそうそう、ターゲッティングを見せて、そう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 、みたいな感じ。言うてだってあの時も俺がシステム面の組なんかプログラマーとしてのレベルがマジで低すぎたから、あの時はマジで作った、そう、基盤作ったのはお前。そっか、うん、その他の調整とか、なんかその仕上げていく感じのを俺がやった。はいはいはい、うん、でもあれもな、言うてな、もう懐かしいな、ギット自体が壊れちゃったから改変できねえしな。あるよ、こっち出た。あるの？あるよ。この前久々につけようかなと思ってつけてみたら全部ピンクになって、あ、データぶっ壊れてるわ。あれで、あ、ユニティのバージョンがだって古いもんね、そもそもね。うん、うん、めっちゃ古いじゃん。何年前？うん、2017とかじゃない？あ、違う。2017じゃない。あれ多分ユニティ5で作ってる。いつだよ、わかんない。ユニティ5じゃない。だから今のメジャーのさ、2010何点何とかいうバージョンになったじゃん、うん、あれの前だよ。だよね、2000というかその年代で出るやつの前の話だよ、ね、そう、だから VR チャットのが動き始めた頃だよ、だって。はいはいはい、はい、うん、VR チャットもだって最初 Unity 5なんだから。そっか、その頃か、うん、あの頃は な時間もたんまりあって楽しかったな。時間に追われなかったからこそ楽しいと思ってたかも。だったもんね。何せあれだから、あのみんなこいつに誘われなかったら流星先と生まれてないから。ああ、確かに、そうそう、そうかも、ね、こいつが先にこっちが始めたから、そうそう、先輩だから、先輩、あ、先輩、いや、すいませんね、わざわざこちらのチャンネルにお越しいただいたのにありがとうございます。でも、ね、私は本当にも気ままにただただ垂れ流してただけだから、うん、いやー、でも努力、あ、側面ではお主の方が上ではあるよ、動画出してさ。いや、でも動画をね、頑張って出し始めたもの、だってここ1、2年くらいだからね、勉強して出したのも。いやいや、でもそれでもさ、うん、全然何年くだって、お前のチャンネル数を抜いたのもだって去年かとかだもん、活動5年とかやってて。俺はそのあたりは引っ越した後とか周りの環境であんまし配信してねえからな。うん、うん、だってアクションゲームのやつとか、お主万再生いってるやつとかもあるしな。ああ、作り方動画ね、作り方動画が確かその2万、ショートが5万回ってて、作り方が2万回ってるかなとかだったはず、うん、だから努力してるのはそっちだし、だってあだ先輩、あだす、絵も自作やん、確か。もそう。自作だよね。グラフィックもそうだね。だよね。うん。そう。私はもうそこら辺はからっきしだから、もうそこはもう、いやいや、真似の力タイプの人だから。いやいやいや、もうそんな。もうな、流星先とのルーツをたどっていったら、もうあなたにたどり着くんですから。そんなことはない。うん。ただね、俺はね、ずっとお前に言いたいことがあった。なんだ？もっと俺を強く誘ってくれよ。なんで誘ってくる、もっと強引に誘ってくれなかったんだお前は。知るか。俺がもっと早く始めていれば、もっと何かが違ったはずなのに。それはお前のせいやね。知るか、それは。それは、それに関してはお前のせいやね。それは、なんだろう、あれ的に言えば、うん、あの流行りをサーチしてね、うん、お主も悪い。なんでかね、 VTuber にはなりたくなかったんだよね、クリエイター。もん、ね、そうそうそう、クリエイターでいたい、 VTuber にはなりたくないって言ってたの覚えてんだよね。
でも言ってた、うん、まあどっちも一緒じゃんっていう話なんだけど今はね。なんだろう、いろいろとその V の後につくものが増えたから多分そうね、入りやすかった、ね、そうそうそう、多様性がね、 VTuber だけだったじゃん。うん、なんかあの時は VTuber と VR チャット民っていうので多分結構境が、そうそうそう、勝手に分かれて、ね、でかかったもんね。でそっから某でっかい2企業が V ライバーで入ってきて、うん、そうだよね、そう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 。でそっからなんかいろいろと V なんたらみたいな形で、うん、丸々系 VTuber とかね、そんな感じで始まって今そのぐらい、まあそうだね、もっと種類増えるとは思うけど、うん、だって俺一回 VTuber やめてるからうん、ダメならやっぱ向いてねえなと思ってやめた後に、うん、ゲームクリエイター系の VTuber でもう一回出てるからまあ出てはいるし、うん、現にいろいろいるにはいるからな、うん、まあね、今待って、あの時はさ数えれてたんだぜ、 VTuber 総勢500名を突破とかいうさ、あの Twitter でニュースでいたじゃん、ね、言ってたね、2018年か、じゃあ2019年か、あ、違う、うん、違う、18年だ、うん、うん、あれ、お前のデビューがいつだっけ、俺が2000、今 YouTube チャンネル見てたから2000何年だ、18年、チャンネル解説見ればいいから、2000のいつだっけ、2018年、そうだよね、2018年の初めだったよな、6月19日、まあがって言って1年ぐらいじゃねえかな、1年遅かった気がする。あ、うん、アバターは持ってたけど始めたのが6月なのが、そうそうそう、アバターもともと最初 3D で始めたしね、うん、3D から 2D に移ったぜ、だからそうだそうだ、なんかそうモデルできたの同じくらいだった気がするわ、うん、確かなんかモデルできたとか言ってて、そうで頑張って VR チャットに持ってって設定して、そうで正月あたりに、なんか配信見てくれる絵師さんが、うん、みこさんの絵描いてくれたんかな、きつい。それを、まあ、2体に指導してやって、で、その後、あの、ディープブリザードさんに依頼して、そうね、そうだったね。ピンチになって、うん、みたいな感じだったね。で、今の第4の、まあ、メトロさんの絵になってって感じで、落ち着いてるって感じかな。そうね、それ見て、自分で、あの、授業中に、あの授業聞かないで作ってたね、ブレンダーで授業期間で作ってたね、うん、なんだっけ、卒業制作だのさ、あの自主課題だのさをほったらかして自分のアバターをモデリングしてた、やってた悪い子です、悪い子です、はい、はい、悪い子ですそうそう、超絶悪い子です。でそれを見て、いやお前も VTuber になるんだよっていつも圧をかけられてたけど、うるせえって俺は断固拒否してたのをお前がもっとあの時強引に誘っていれば、あの知らんな、あの黎明期にまだ初期組として入れたのに、お前ってやつは、それは流行りに乗っからない君のあれを呪うがいいいや違うね、お前のせいだね、プライドを呪うがいい、じゃあお前のせいだねいやちょっと何言ってるか分かんないでもあの時なんかあれだったじゃん、 V ダッシュ人はやろうぜみたいな話してたの覚えてる、やってたね。でもねやろうとしてもね、いろいろと時間がな、その頃ちょうどだってやるかやらないかって時期に就職だのね、その時期だもんね、で、そうなんだよ、おのおのもうポーンっていっちゃって、うん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 、そうなんだよね、感じだったもんな、うん、でですね、その V ダッシュ島じゃないんですけど、あの、はい、今もうメタバースというものが流行ってるじゃないですか、そうですね、メタバースですね、はい、あの V ダッシュ島の意思を受け継いでですね、 その、はい、それっぽいことをやろうかなと思ってるんですよね、私、ほーほー、最近チャットで、いや自作、うん、ネットワークから、あの俺の動画で出てるんだけど、自作メタバースっていうの作ってんだよ。おお、いいじゃん。そうでさ、最近某ウズソンジがさ、うん、あのズ TA でさ、なんかこう、うん、ライバー同士でこう絡みがあってみたいな感じでさ生活してたりした企画があったじゃん、
ああいう、まね、ああ忙しくてね、忙しくてです。あの GTA でね、そうながるんですね。はい、そう G、はいはいはい、ストーグラみたいな感じで、あ2、3時の箱内でそれをやったんですよ。あ、それは見た。あ、それか、あそうそう、はいはいはい、そうそうそう。なんかああいう VTuber がこうね、そういうメタバースの世界で住んでていろんなもの作ったりとかさ、生活してるのおもろいなと思って、そういうのやりたいな。っていう感じで思ってるわけですよ。一つ言えるのはサーバー代が死ぬのと俺らがそこまで気力があるか。おう、任せて。サーバー代はね、使ってもいないのに毎月払ってる。アホ。任せてほしい。任せてほしい。うん。あとは俺が時間を、時間を、あ、もうキャラクター同士がね、あのそこでね動き回れるくらいにもなってんだよ。できてんだよ。あ、なるね。そう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 。あとはあれか、なんかコンテンツを追加していく感じか。そう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 。いろいろと。うん。ということで、あやかしを今後、仕事が忙しい、死にそう、助けて火吹きそうって言ってる中で強引に連れて企画に参加させるっていうことが、ね、死ぬからね。出てくると思うので、皆さんその時はね、あやかしさんまたサキトに連れられてきたんだ、かわいそう、はははって気持ちで見てあげてくれるとね。うん、俺が死んでなければな、まあ、メンタル的にも、うん、そうそう、こいつのメンタルを生かすためにも俺は動画に引っ張ってきて、うん、出させるつもりなんで、まあ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 、そうです、某剣の言葉を借りるなら、行けたら行くわ、行けたあ、そう、絶対行かないやつ、うわ、出た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 、あ、行けたら行くねとかいうの、もう確定、確定文句じゃん。いや、もうフラグブレーカーなんで俺、あれ、うん、そのフラグをぶち壊す。出しというかね、こういうのどうみたいなのは出すけど、うん、基本的なそういうプログラム系はちょっと今厳しいかな。ああ、いや、あ、違う違う、もうお前に作ってもらおうとかじゃない、俺が作るから。もうち、ま、じゃあプロ、しろってこと？うん、うん、もうお前は企画で、俺のネタにされるだけ。はい、了解。はい。なんでまた動画に出てきたら、あの人生きてたんだ、よかった、死んでなかったんだって。はい、思ってあげてください。現状生きてます、はい、今日久々にツイートしたしな、それ見てきたの、もしかして。そうあ、いや、なんかいつこいつにちょっかいかけてやろうかなっていうのはちょっと機会を伺ってたんだよ、一応。ああ、なるほどね。けどなんかいいタイミングがなくて、でこいつがツイートしてたから、お、今だ、ちょっかいかけてやろうと思ってちょっかいかけてなるほどね、うん、そうそう。タスクが終わったと思ったら次のタスクが降ってきて、無限タスク編になってたんで今。はい、忙しいんですよ、はい、っていう、いね、ちょっとっていう、こう動画撮ってる俺も今タスクが積み上がっててやばいので、はい、やってください。ゲームクリエイターは忙しいです。はい、頑張りましょう。ということで、こんな時間でもね、やるのがね、クリエイターというか、ね、そうだよ、休みはねないよ、うん、休みたい時に休むぐらいしかないっす。そうだよね、無理やり休みを取るしかないんで。まあ、またそれまで頑張るしかない、はい、ああ、またまたお呼びしますんで、いや、お呼びするというか、はい、強引に、まあ、強引に引っ張ってくるだろうな、こいつは。引っ張り出すんで、はい、はい、了解です。じゃあ今日のゲストはお疲れ様です、あやかしさんでした。ありがとうございました。あやかしようこでした。お疲れ様です。あたす、じゃねー。という感じでね、あやかしさん優しいですね。15分だけなって言ったんですけど、8分もオーバーしてくれてました。あざっす、先輩、あざっす。いやー、まあそういう感じで今日はダラッと同期の同期っていう便利な言葉を覚えたんでね、うん、同期とダラッと喋ってみたって感じで、まあ8月のラジオ撮ってなかったんで一緒に撮ってもらいました。はい。じゃあ、また、9月もラジオを撮るんで、終わったら、お仕事の合間など、まあ、通勤だの、帰宅だの、ね、投稿だのなど、合間に聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。また、なんか、野郎も巻き込んで動画撮ろうと思うんで、よろしく見てください。はい。チャンネル登録、高評価だけでもよろしくお願いします。それではまた。
次回の動画で。ありがとうございました。